こんにちは、ブラスケです。今日も今日とて Python のね練習をお家ではしてました。昨日はねスライドショーのプログラムを書きました。そのディレクトリとかフォルダにあるね画像をランダムに表示する。でその横にねランダムにまた文章をね一行表示するみたいな。その私もね人からもらった言葉でね心に響いた言葉とかね大事にしたい言葉とかいろいろ持ってますから、そういうのをね例えばパソコンの上の方にねランダムで定期的にねチェンジしながら表示できたら素敵だろうなとか、そういうことをね考えてたからね、そういうプログラムを練習で書いてみました。それで今日書いたのはねトゥルーリストのプログラムを書きました。これは文字だけで表示される操作するコマンドラインインターフェースでとりあえず動きます。その昨日作ったスライドショーの分は GUI でねグラフィカルユーザーインターフェースをもちろん使ってるわけだけど、今日作ったのはそのトゥルーリスト、とりあえずターミナルとかでねパワーシェルみたいなねそういうとこで動くものになってます。でそのファイル名を指定するとね、ファイルがない場合は新たにファイルをね作成、空のファイルを作成してくれるし、もうすでに既存のねファイルを指定した場合はそれを開いてくれて、まず ToDo が表示されて追記したりしたりねして、プログラム終了するときはファイルにね組み行って閉じると、そういうふうなのを書きました。またねみんなでねギターとかパソコン頑張ろう。プログラミング結構楽しいよ。